メジャーリーガーの前田健太が投球前にやっているダンスのような体操ですね。これを前健体操と言いますが、正式名称はサークルスクラッチと言います。これは肩甲骨を意識して動かして肩の可動域を広げ、投げる時の腕の流れを体に教え込むのが目的と言われていますが、実は肩こり予防にも非常に効果的です。ぜひビジネスマンでデスクワークの多い方は休憩時間に取り入れてやってみましょう。もし正しいやり方に興味があれば直接指導させていただきます。